どうも、岡田千恵里担当プロデューサーのテクタンと申します。今回は9月の29日に開催予定のシンデレラフェスブラン、こちらのフェス限アイドルちゃんを予想していきたいと思います。はい、先月がシトチオのね、2人ユニットで実装でした。タイプで言うと、まあキュートタイプですね。そして先々月、2ヶ月前がユッキ、パッションタイプでございました。なので順当にクールタイプが来ると予想したいと思います。今回はね、グルーヴがダンスのバーストということなんで、ダンス特化フェスなんですけれども、だと思うんですけれども、おそらくレゾナンスかなと思ったりしています。モチーフですね、ダンスのモチーフが今、まあ、秒数全部ひっくるめて4枚なんですけど、ボーカル特化が6枚実装されてて、ビジュアル特化が5枚でちょっとね少ないから、ここ実装される可能性あるんじゃないかなと思っております。はい、で問題の、フェス限アイドルちゃん、候補アイドルちゃんと思っているアイドルちゃんを挙げると、川島さん、みゆさん、はーちゃん、ななみちゃん、この4人の誰かから来るかなというふうに思っています。川島さんとみゆさんに関しては、もうなんかずっとそろそろフェス来てもいいんじゃないかってずっとね、思ってたアイドルちゃんなので、もちろん来てもおかしくないかなと思ったりしております。そしてまあ、はーちゃんがちょっと怪しいかなとは思っております。はーちゃんとあとななみちゃんはどちらかといえばもうそろそろ来そうやけど、限定の方が濃厚なのかなと思ったりしておりますので、はい、ななみちゃんは特にね、今月のハロウィンの限定アイドルちゃんとして来る可能性結構あるんじゃないかなとも思ったりしておりますので、川島さんかみゆさんかなというふうに思います。で、ただ今回のイベントね、みゆさんが一応参加アイドルちゃんなんですよね。報酬アイドルちゃんではないんですけれども、しかし私は今回みゆさんで予想したいと思います。はい、さすがにね、次フェス限だと思ってるんで、今工場1枚限定4枚なんで、さすがに次はフェス限だと思ってはいるんですけれども、まあ、ちょっとイベントとね、勝ち合っちゃうといえば勝ち合っちゃうんですけれども、まあ、前例がなかったわけではないですし、そういうイベント報酬アイドルちゃんじゃないアイドルちゃんがガシャで来るっていう、そういう前例は、まあ、今までもなかったというわけではないですし、今ってもう現状7週目がね始まってしまった、まあ、この段階でみゆさんまだ6週目出ていないんですけれども、次ね、クールタイプフェス限アイドルちゃん来るとしたら年末になっちゃうんですよね。7週目がバンバン出る中で、そこまで待つかなーっていう風に思っておりまして、なので今回はちょっとね、イベント開催中とぶつける予想ぶつけるのは危険かなと思うんですけれども、みゆさんで予想したいと思います。はい、皆さんはどのような予想になりましたか？よかったらコメント欄にて教えてください。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。